ご来園誠にありがとうございます、これからホッキョクグマのもぐもぐタイム始めたいと思います。浅間動物園ではホッキョクグマ4頭飼育しております。皆さんから見えますこちらプール側の方ではオスのイワンがおります。大変いつも優しい性格の15歳のホッキョクグマです。それからカプセル側の方ではメスのサツキ、メスのルルがおります。それからもう一頭メスのピリカいますが現在寝室の方で過ごしております。それではもぐもぐタイム、餌を与えながら解説いたします。浅間動物園で与えている餌ですがね、プーンの方にも投げ入れておりますが、土壌みたいなお魚、オオナゴ、イカナゴと呼ばれる種類、それ以外にホッケという魚を与えております。肉はですね、馬肉や鹿肉を与えておりましてね、栄養バランスを考えて、野菜や果物も与えております。野菜は白菜、果物は果物を与えておりましてね、大体この時期は1日1回という10キロぐらいの餌を食べております。それではね、野生のホッキョクグマは何を食べて生活しているかといいますと、餌のほとんど9割方アザラシなんですね。氷の下を泳いでいるのがアザラシ。呼吸をするためにね、氷の穴から顔を出しますね。息継ぎをするわけです。そこで待ち伏せをしているのはそのホッキョクグマですね。ご覧のように鼻が強いですよね。アザラシに見つからないために鼻を隠したりする知恵もありますね。大変この鼻嗅覚優れておりまして、およそ10キロぐらい離れましたね。氷の下の巣穴にいますアザラシの赤ちゃんまで匂いを嗅ぎつけることができます。さらにオスのホッキョクグマはね、この鋭い嗅覚を生かして、発情しているメス、これを探すこともできるわけです。夏場になりますと海藻類なども食べて生活しておりまして、クマの中では唯一の海洋性のクマです。体長はおよそ2メーターから3メーター、体重が大きいものになりますと600、700キロまで大きくなるわけです。メスのホッキョクグマでもね、300キロぐらいまで大きくなりますので、陸上で生活している最大級の肉食獣とも言えるわけです。厳しい環境、北極という場所で生活しておりますが、寒さや泳ぎが得意でないとね、生活できませんので、適応した体の特徴が何点かございます。ご覧のようにね、白い毛で覆われておりますよね。皆さん白クマと呼ばれておりますが、実はこの白い毛、太陽の光が反射してね、白く見えております。ですのでね、実際の色、半透明状の色をしておりまして、さらにね、毛をですね、真っ二つに切断いたしますと、中が穴開いていて空洞なわけです。まるでね、ちくわやストローのような形になっておりましてね、この穴に熱を食べて保温するというわけです。雪や氷の中で生活する上でね、保護色にもなるわけです。この毛はですね、寒毛という時期がありましてね、毛が生え変わる時期もありますね。さらに泳ぎが得意でないといけません。ご覧のようにね、体が大きい割に、泳ぎ方、上手ですよね。というのも水の抵抗を受けにくい、余計な出っ張りが少ない動物、俗に流線形の体型となっております。アザラシもそうなんですが、このホッキョクグマ、体が大きい割にね、頭が小さいんですね。頭の中でもね、特に耳が小さいわけです。さらに尾っぽが短くてね、泳ぐ姿をご覧いただくと分かるんですが、首が長く見えませんか。首が長いことによってね、呼吸がしやすいわけです。前足で水をかいてね、後ろ足で舵を取る役目をしておりまして、潜水時間もおよそ2分間、時速10キロぐらいで泳ぐことができるわけです。さらにですね、足の裏見えますかね。足の裏どうなってるかというとね、毛が生えております。足の裏どうして毛が生えてるかというとね、雪や氷の上歩いた時にね、滑って転ばないような、そういう仕組みなわけです。しかし地球環境の変化によって彼ら、住みにくい環境がありましてね、皆さん地球温暖化という言葉聞いたことあるかなと思いますが、その影響によってですね、海に氷が張る、そういった期間が短くなったりね、氷が溶けてしまう、そういった実態があるわけです。ホッキョクグマが氷の上でアザラシを
捕獲する、取る、そういった、ね、狩りをする、そういった期間が短くなっているわけですね。その影響によって冬の間たくさんね、アザラシをたくさん食べて、脂肪を蓄えてですね、太りたいんですね。なぜかというと、厳しい夏を乗り越えるためです。しかしですね、夏になりますと体重が痩せてね、ガリガリのホッキョクグマもいるというわけです。ですのでね、氷がないと生きていけません。そういう動物でね、一言ではありません。今日は朝の動物園のお越しの、皆さん、園内各所でいろんな野生動物たちご覧いただいているかなと思いますが、彼ら私たち人間同様同じ地球で生きているかけがえのない命、野生動物を見直すきっかけ作りとしてこの朝の動物園で何か一つでも感じ取っていただきたいわけです。もちろん動物のことを知っていただけるのはありがたいんですが、彼ら置かれている現状があります。そういったものを一つでも感じ取っていただいて、日常に戻られましてもね、それを生かして、環境にいいこと、動物植物にいいこと、そういったことをね、お手伝いしていただければ、このホッキョクグマプラスの生活ができるというわけです。ホッキョクグマに限らず、野生動物、プラスの生活ができるというわけです。そういったお手伝いをしていただけることはね、我々飼育係としては大変嬉しいこと、嬉しく思っております。それではね、ホッキョクグマのもくもくタイム終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いいたします。